糖尿病の方々が、うん、まあ、赤血球を増やしてあげる薬という、うん、この2つの薬ですね。糖尿病症になりたくない、まあ、あの、はい、なるほど。はい、それでは谷社長第2話も引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。谷社長の経歴を見ていて、2005年にですね、ケースウェスタンリザーブ大学といい、ちょっとあの調べさせていただいたんですけど、オハイオ州で第1位、全米で38位で、その医学とか生化学のトップクラスの大学に行かれてたと思うんですけど、はい、なぜそこを決めて行かれたんですか。全米でいうと、はい、中堅どころの MBA の学校なんですけれど、はい、当時、まあ、2000年代にあの、うん、バイオベンチャーブームとかがあって、うんで、はい、いろんな MBA の学校でバイオベンチャーの起業家のを育てましょうっていうような作っていくっていう流れがあったんですね。その中でケースウェスタン比較的早い段階にそういうクラスを持っていて、クリーブランドにあのクリーブランドクリニックって言って、医薬業界の方ですとよくご存知なんですけど、心臓とかですね、循環器系に強い病院があるんですね。そこの病院とこうタイアップしてバイオベンチャーの起業家の養成をしましょうみたいな感じのプログラムだったんです。それで僕はこれ面白そうだなと思って手を挙げていったっていう。技術とか、そうやっぱアメリカと日本とは全然やっぱ差はあるんですかね。アメリカの方がやっぱり一律の長があるというか、このバイオ業界でいくと10年から20年先行ってる感はあります、はい、まあ、前はもう20年ぐらい先行ってたので、だいぶ今徐々に追いついてきたっていうのは現実だと思います。実は大学の先生方はバイオの技術はすごいいいものを持っていて、ところがそれを起業化するっていうのができていなくて、日本の先生方のシーズは一回アメリカの製薬メーカーが買い取って臨床研究とかやって、で製品化されたものが戻ってくるっていう、大学と事業をつなぐサイクルができてなかったっていうのが大きいと思います。なので技術的にダメってわけじゃないですよ。日本はもともと技術は高いんですよ、はい、それ生かしきれてなかったから、そう、まあ、そうアメリカとこう差があったってことですね、はい、そうです。それもあってアメリカに留学したんですよ。アメリカの方はその資金調達とか学的なものは日本とは違うんですかね。全然違いますね。もうゼロ一つ二つ違うんで、日本で10億調達できたら向こうは多分100億とか200億が集まっちゃうんで、日本の会社さんでもここで会社立てて向こうで調達されてる会社さんもありますね。留学されてた頃から再生医療にはもう注目はしていたんですか、はい、まだ2000年代って再生医療ってあまり注目を浴びてなかったです、はい、で2010年頃、それからあの iPS で山中先生がやっぱりノーベル賞を取られた、はい、あの頃からざっとブレイクしてくると思うんですけど、前職武田薬品なんですけど、2010年頃僕はあのシカゴ勤務の時代もあって、はい、その頃に新規事業をなんかいろいろ調べましょうみたいなチームにちょっとたまたま言いさせていただいたんで、はい、そこでざーっと再生医療を見ていて、可能性を感じていたので、まあ、いつかこうそういうことを日本でできればなっていうのは思ってました。それが今結果、その脂髄幹細胞と心臓内幹細胞を事業としてされているんですもんね。そうですね、ジーンテクノサイエンスはもともと抗体薬とかですね、そのバイオ新薬バイオシミラーやっていた会社だったので、まあ、僕が3代目の社長として引き継がせていただいた後から、2018年に3つ目の柱として再生医療事業をそろそろ本格的に立ち上げようということで、心臓内幹細胞とそれから脂髄幹細胞、この2つに着目してそれを取り込んでいったっていう流れになります。脂髄幹細胞というのはあの歯の中の細胞ですよね。歯を常にこう健康に保つために必要な幹細胞なんですけど、歯を割るとそこに幹細胞があって、それを治療に使えるっていうことが分かってきたんですね。神経の病気とか、あと骨の病気に使えそうだなと思ってですね、今その開発を進めているところですね。子供の歯の方がいいっていうのは資料で拝見しましたけども、幹細胞も全般そうなんですけど、ご自身が怪我した時を思い出していただける、あと例えば筋肉痛のあった時もそうなんですけど、回復力っていうのは多分小学生の時とかの方が圧倒的に早かったはず。早いですね。修復力とか増える力も全然違うんですよね。で心臓の方も実は赤ちゃんの心臓の幹細胞をいただいて、あの治療に使ってるんですね。JRM と ACT セールテクノロジーを買収されたっていうふうになるんですね。これ買収されたことでプラスの部分を教えていただきたいんですけども、再生医療やりたいって言っても、まあ、ベースは なかったわけですよね、まあ、彼らもこれから開発を進めていく中で、まあ、お金とやっぱりもっとこうノウハウを持った人が必要なので、まあ、我々バイオシミラーで幸いあの上市品ちゃんと承認を取るっていうプロセスのノウハウを持っていたので、事業化を加速できますよというところで我々のチームに入っていただいたと。
で我々としてもそれで3つ目の柱をグッと立てることができたっていう、うん、ほうほう上肢2製品 あると、うん、伺っているんですけども、その上肢するまですごい臨床試験を重ねるんでしたっけ。そうですね、はい、新薬でしたらもう10年15年単位ですし、バイオシミラーですと5年とか7年単位、再生医療も今ちょっと新しい法律できてるんで、やはり5年7年とかっていう単位ではかかるかなと思います。2製品というのは抗がん剤治療のための白血球を増やすお薬っていうのと、糖尿病の方々が、まあ、赤血球を増やしてあげる薬っていう、この2つの薬ですね。ちょっとなりたくない、まあ、はい、食べ物、食生活を気をつけて食生活を気をつけましょう。第3話でですね、はい、御社 その将来性や、まあ、今後成長戦略についてお話しいただきたいと思っております、はい、では引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。